大事なもんは同じだ。お前の気持ちが入ってないと何もうまくいかない。シングルスで勝ち上がって三ツ星が間違ってたってことを証明する。俺はこんなところで終わりたくないんだよ。俺はお前とダブルスがやりたいんだよ。飛べー味方リーマンズクラブ1月22日放送開始。あのさ、バドミントン興味ある？